ちょっと落ち込むことがあって、結構落ち込んでるのよ。朝ドラだけは見てるけど、ゲームもできないぐらいに落ち込んでる。でも、動画は作りたい。暗くなる動画になっていたらごめんなさい。それでは、行きましょう。パイロット編って一体何だったのでしょう？と思っている人も多いのではないでしょうか？前って、航空学校じゃなくて、デザイナーの専門学校に行ったんでしたっけ？と思っている人も多いはず。電動小型飛行機のパイロットは前になるのでしょうけど、岩倉の期間が長すぎやしませんでしたか？くるみもキャリアアップを考えるお年頃になりましたし。ま、前と年齢は同じですけどね。旅人のたかしや、出会った人の一言で、行動が変わっていく前とは違いますね。そう思った人も多いはず。むっちゃんの正体も明かされていないし、最終回でいきなり出てこられても困るかもしれませんけど。第106話のあらすじです。起業したいと、前からの書類に目を通したハルトは、計画や資本調達の甘さを指摘し、自分ならば、前の会社への投資は躊躇するという。だが、めぐみさんが前の挑戦を応援しようとしていることを知ると、意外な提案をする。